マシュー・アロイシウス・キルロイはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームはマッチャス。1886年にアメリカンアソシエーションでメジャーリーグ史上唯一となるシーズン500奪三振を達成した。1886年20歳の時に当時のボルチモアオリオールズに入団。 チームの先発投手として68試合に登板して66試合を、関東、1年目から600イニングス近くを投げた。この年の勝敗は29勝34敗で、負け数と自責点はリーグ最多だったが、ルイビル・カーネルズの投手だった東ード・ラムジーと、脱三振の数を争い、ヒルロイのシーズン脱三振数は実に513にも、達した。 同年のラムジーの脱三振数は499で、キルロイはメジャーリーグでシーズン500脱三振を達成したただ一人の投手となった。またこの年の10月6日の試合ではピッツバーグアレゲニーズを相手にノーヒットノーランも達成した。翌1887年にも69試合に登板したキルロイは46勝19敗の成績を上げ、 この年のアメリカンアソシエーションの最多勝利投手となり、前年最下位に沈んだオリオールズをリーグ3位に躍進させた。この年の脱三進数は217で、前述のトードラムジーに次ぐリーグ2位の成績だった。同年10月1日には、ダブルヘッダーの両方の試合に、当番1日で2勝を挙げるという快挙も成し遂げている。翌日の10月2日には、 審判を務めたという記録も残っている。1888年4月9日に結婚。この日キルロイはフィラデルフィアで挙式をする予定だったが、当日朝にオリオールズとの契約の予定が入り、彼は契約を済ませた後ボルチモアからフィラデルフィアに移動して、その日の夜に式を挙げ、翌日からそのままオリオールズのキャンプに参加したという。 この年は当番も40試合ほどに減ったが、翌1889年には再び59試合に当番し29勝を挙げている。1890年に、キルロイはプレイヤーズリーグに参加したが、9勝15敗の成績に終わる。その後はそれまでの投げすぎもあって、当番は年数試合程度にとどまった。1894年を最後に、 一旦メジャーから降格し、3年後の1898年にシカゴオーファンズで6勝7敗の成績を挙げ選手を引退した。引退後は、故郷フィラデルフィアで暮らし、1940年に73歳で死去した。1886年当時の投手、本塁間の距離は50フィートで、現在の規定よりやや短かった。ありがとうございます。